ジョナサン・スウィフトは、イングランド系アイルランド人の風刺作家、追筆家、政治パンフレット作者、詩人、及び司祭。著名な作品に、ガリバー旅行記、恩恵なる提案、ステラへの消息、ドレーピア書簡、書物合戦、オケ物語などがある。スウィフトは、英語の散文で、風刺作品を書いた古今の作家の中でも、第一級と言って良いだろうが、 試作の方はそれほど知られていない。彼は当初すべての著作を、レミュエル、ガリバー、アイザック・ビッカー・スタッフ、M.B. ド・レイピアなどの筆名で、もしくは匿名で発表した。1976年から発行されていた、アイルランドの10ポンド紙幣に肖像が使用されていた。ジョナサン・スウィフトは、ダブリンのホイズ・コート7番地で、イングランドの移民・ジョナサンとアビゲール・エリック・スウィフトの、 第二子として生まれた。ジョナさんは彼の父が創生してから7ヶ月後に原の子として生まれた。彼の幼児の記録ははっきりせず、残された資料は混乱しており、しばしば矛盾している。母はジョナさんがまだ幼かった時、父の家庭の下で育てられるよう彼を置いて、イングランドに帰ったと広く信じられている。オジゴドウィンは、 若きジョナさんの養育に対する第一の責任を負うことになり、いとこの一人と共にキルケニーグラマースクールへと通わせた。ウィリアム・テンプル1682年15歳になった彼はダブリン大学に通い、1686年に BA を受けた。1688年、スウィフトが名誉革命に関わるアイルランドの政治的混乱によって、 その孤地であるイングランドへと去らざるを得なくなった時、彼は修士となるために勉強していた。そこで幼い時に行き別れたとされて、再会した母から、サリー州、ムアパークのウィリアム・テンプル教の秘書、個人的助手としての地位を得るよう取り計らった。テンプルは1668年の三国同盟を、 調停したイングランドの往年の外交官であり、庭の手入れや自分の改装録を執筆するために公務から引退し、ムアパークに今日営んでいた。スウィフトは次第に雇い主テンプルの信頼を得るようになり、しばしば非常に重要な問題を任されるようになった。3年間の進行のうちにテンプルは新しくイングランド王となったウィリアム3世に、 自身の秘書であるスウィフトを紹介し、3年ごとの議会の議案を承諾するように促すためスウィフトをロンドンへ派遣した。スウィフトがムアパークで住居を構えた頃、彼は当時8歳のエスター・ジョンソンと出会った。家の使用人の一人娘で、父親はいなかった。スウィフトは彼女の教師、指導者として振る舞い、彼女にステラの愛称を与えて、二人は エスターの残りの人生の間親密な、しかし曖昧な関係を維持した。スウィフトは健康上の問題のため、1690年にテンプルの元からアイルランドに去ったが、翌年にはムアパークへと戻った。その病気、めまいの発作は今日ではメニエール病として知られているもので、スウィフトを修正絶えず、悩まし続けるものであった。テンプルの元での二度目の滞在中、 スイフトは1692年にオックスフォード大学のハートフォードカレッジで MA を受けた。その後、スイフトはどうやらテンプルの公園によってより良い地位に着くことを諦めてムアパークを去りアイルランド教会の司祭に任命され、1694年にはキャリクファーガス近くのキルルートで放給を定められた。スイフトは小さく偏僻な共同体の中で孤立しており、 新たな勤め口は惨めであった。しかし、そこでスウィフトは、ジェイン・ウェアリングと恋愛関係になった。もし彼女が彼と結婚するなら、残ろう。そしてもし彼女が拒絶するなら別れて二度とアイルランドへ、帰らないと約束しよう。という彼からの手紙が残っている。彼女は、この返事を拒絶したとされる。なぜなら、スウィフトはその地位を去って、イングランドに戻り、 1696年にムアパークのテンプルの下で働いてテンプルの島で残っていたからである。そこで彼はテンプルの階層録と書簡を印刷する準備の支援に取り組んでいた。この間、スウィフトはテンプルの古代と近代の学問に関する小論に対する批判に応える不死、書物合成を表した。しかし合戦は1704年まで出版されなかった。 1699年1月、テンプルは死去した。スウィフトは、ことによると、彼の仕事を知ることがイングランドにおけるふさわしい地位を、彼にもたらすに違いないという希望を持って、テンプルの回想録の編集を終えるために、しばし滞在した。しかし、スウィフトの仕事は、回想録に含まれる無分別時に異議を唱える、テンプルの遺族や友人たちからは敵視された。彼の次の行動は、 心に描いていたテンプルの縁故と地位を約束されたという信念に基づいてウィリアム3世に越権することであった。これは悲惨な失敗に終わり、彼はアイルランドの法院長の一人、バークリー博の家付き史再建秘書という、かつてよりも劣る地位を受けた。しかし、彼がアイルランドに到着した時、秘書の職は他の者に与えられたことを知った。 それでも彼はすぐにララカーやアグハー、ラスベガンでの生活を得、ダブリンの聖パトリック寺院のダン・ラビンで放給を得た。トリムから1、2マイル、ダブリンからは20マイルのララカーで、スウィフトは約15名からなる回収のために尽力し、そして豊富な余暇を自分の庭の手入れ、運河の掘削、柳の植樹、牧師館の再建に費やした。彼はバークレー教の牧師として、 ダブリンで多くの時を過ごし、次の10年にわたって頻繁にロンドンへ旅立った。1701年には、スウィフトは匿名で政治パンフレットアテナとローマにおける不和構想についての論説を印刷した。1702年2月、スウィフトはダブリン大学から進学博士の学位を受けた。その年の春、彼はイングランドへ旅行し、10月には、 当時20歳になったエスター・ジョンソンと彼女の友人でもう一人のウィリアム・テンプルの使用人、レベッカ・デイングリーを同伴してアイルランドに戻った。スウィフトとステラの関係については数多くの謎と論争がある。多くは彼らは1716年に密かに結婚していたと考えている。これについてははっきりした証拠はないが彼女が他の誰よりも彼をしたい。 彼の彼女に対する感情が生涯にわたって変わらなかったということに疑問の余地はない。この数年のイングランド滞在中、スウィフトはおけ物語と書物合戦を出版し、作家としての評価を獲得するようになった。これはアレキサンダー・ポープやジョン・ゲイ、ジョン・アルバスノットとの間に親密な長年にわたる有意をもたらし、1713年に結成された、 スクリブレルスクラブの核を形成した。スウィフトはこの数年で、ますます政治的な活動にのめり込むようになった。1707年から1709年まで、また1710年にスウィフトは、ロンドンにおり、ゴドルフィン教の保育党政権で、すでにイングランドの信徒に授与されて1年におよそ2500ポンドをもたらした。 ファースト、フルーツトゥエンティースに対するアイルランドの牧師の批判を促そうとしたが失敗した。彼は野党のトーリー党の指導力がより彼の主張に共鳴することに気づき、トーリー党が1710年に与党となった時、主権官の編集者として彼らの主張を支えるために採用された。1711年、スウィフトは政治パンフレット、同盟国の行為を発行し、 フランスとの長引くスペイン継承戦争を終わらせることのできない保育政権を攻撃した。スウィフトは、トーリー島の取り巻きの一人となり、しばしば外務大臣のヘンリー・シンジョンと、大倉教のロバート・ハーレーとの間で調停者としての役割を演じた。スウィフトは、この困難な時にあっての自分の経験と思考を長い一連の手紙に記録して、エスター・ジョンソンに送り、後にまとめて、 ステラへの消息として発行した。しかし、ハーレイと、シンジョンとの間の敵意はやまず、多い継承問題で、決定的に分裂してしまい、1714年に、ハーレイは指導力の低下から、アン・ジョに見限られオクラ教を秘免同年のアンの使とジョージ一世の即位に伴って、ホエッ党が、与党の座を奪還、ハーレイ・シンジョン・ラ・トーリー党の指導者たちは、 フランスとの秘密交渉を行った謀反により裁判にかけられ、ハーレイはロンドン島へ投獄、新庄はジャコバイトと結託して試権を剥奪された。こうして、トーリー党は没落、ホイック島による長期政権の幕開けとなった。さらにロンドンにおけるこの数年の間で、スウィフトはバナミリー家と意になり、娘の一人エスターとも親密になった。 しかしもう一人の父のない娘と曖昧な関係によりスウィフトの電気を混乱させている。スウィフトはエスターにバネッサの愛称を与え、彼女を彼の死、キャデナスとバネッサの主要な登場人物に配した。その死と彼らの所感からは、エスターがスウィフトに夢中になり、それで彼は彼女の愛情に報いたものの、後悔して、後に縁を切ろうとしたことが示唆される。 エスター・バナミリーは1714年にスウィフトを追ってアイルランドに行き、そこでことによるとエスター・ジョンソンをも含む対面が果たされたようである。エスター・バナミリーは1723年に35歳で死去した。トーリー党政権の長落の前、スウィフトはイングランド教会への赴任、昇進を望んでいた。しかし、案はスウィフトが友人のサマセット校。 チャールズ・シーモアの妻、エリザベス・シーモアを、儀し、ウィンザーの予言で激しく非難したためスウィフトを疎ましく思うようになり、こうした努力を妨害した。結果、スウィフトは、ダブリンの聖パトリック寺院の主席司祭に転任、ホイック等の復帰により昇進の望みを完全に断たれた。政治的には敗北者となってしまったスウィフトにとって、最善の行動はイングランドを去ることであった。 彼は失意のままアイルランドに帰ったが穴のネズミのように暮らすという状態で事実上の追放であった。しかし一旦アイルランドでスウィフトはパンフレット執筆能力をアイルランドの主張を支援することに振り向け彼の最も記憶すべき作品群のいくつかを生み出した。アイルランド製品の広範な使用の提案、ドレーピア書簡そして恩恵なる提案で 彼はアイルランドの愛国者としての地位を得た。そして、この数年のうちに彼は、その最高傑作を書き始めた。下界にして諸船の船長レミュエル・ガリバーによる世界の諸壁地への四部からなる旅行記むしろ、ガリバー旅行記として知られている。ほとんどの題材は、前の10年間における彼の政治的経験が反映されている。例えば、巨大なガリバーが、 リリーパッドの宮殿の火災を小便で消し止める総話は、不適切な作法で良いことを行うという、トーリー島の違法な和平条約の引誘と見ることが、できる。1726年、彼は、ガリバー旅行記の原稿を携えて、長く延期されていたロンドン訪問を行った。訪問中、彼は、旧友アレクサンダー・ポープ、ジョンワアルバスノット、そしてジョン・ゲイの元に滞在した。 彼らは、ツイフトの本を匿名で発行する準備を手伝った。最初に1726年11月発行され、その年と、翌1727年の早いうちに合計3つの番が出て即座に成功を収めた。1727年にはフランス語、ドイツ語やオランダ語の翻訳も現れ、アイルランドでは、海賊出版もなされた。 スウィフトは1727年に1回かそれ以上は、ロンドンに戻り、再びアレクサンダー・ポップの元に滞在した。この訪問は、エスター・ジョンソンが、瀕死にあるという知らせを受けて切り上げられ、スウィフトは彼女の元に急ぎ帰宅した。1728年1月28日、エスター・ジョンソンは死去した。彼は彼女の病床で祈り、 彼女のヤンのため祈祷を行いさえしたが、ツイフトは臨終に居合わせているのに耐えることができなかった。しかし、その夜の彼女の死に際して、彼は非常に興味深いジョンソン夫人の死を書き始めた。彼は聖パトリック寺院の葬儀に出席していられないほど具合が悪かった。後年、彼の机の中からエスター・ジョンソンのものと思われる数塞の紙が、 一人の女の髪に過ぎぬと書かれた、髪に包まれて発見された。エスターの死後、スウィフトの人生は死に覆われる傾向を持つようになった。1731年、彼はスウィフト博士の死を悼む歌を書き、1739年には、自ら自分の死亡記事を出した。1732年、 彼の良き友人にして協力者、ジョン・ゲイが死去した。1735年、ロンドン時代からのもう一人の友人、ジョン・アルバス・ノットが死去した。1738年にはスウィフトに病気の兆候が現れ、1742年に彼は病気の発作を患い、会話する能力を失うとともに、精神障害になるという最大の恐怖が実現化した。 この偉大な男を餌食にしようとし始めた恥知らずな取り巻きから彼を守るため彼の最も親しい仲間たちは彼に不安定な精神と記憶力と宣言させた。1744年アレクサンダー・ポープが死去した。そして1745年10月19日スウィフトは死去した。彼は希望に従ってエスター・ジョンソンの肩タに葬られた。彼の財産は 大半が精神病院の創設資金に残された。スウィフトは彼自身の墓姫を書き、それをウィリアム・バトラー・エイツはラテン語から翻訳した。イエーツの翻訳日本語を訳ジョなサン・スウィフトは多作な作家であった。彼の最近の3文作品集は14巻からなる。彼の全死の近年の版は953ページの厚さになる。 彼の書簡集の一般は三巻を占める。ジョナサンス・スウィーフトの著作の主題やテーマは、大概彼の人生における出来事や、関心事を辿っているようだ。これは、彼の批評家がその作品群の本当の意味を明らかに、する手段として、電気や確定した事実、そして多くの議論にある事項に、大いに注意を払う理由の一つである。ことによると過剰な簡略化かもしれないが、 彼の最初期の作品からは、いかに彼の人生における哲学論の学問的興味を示しているかを見ることができ、聖職者と陳情者の双方としての教会との関係に移り、ついでその筆を通り伊藤に傾けて政治的問題に転じ、そして最終的には彼が流された国の弁護に立ってアイルランドの人々の問題を取り上げた。こうした大きな流れの至るところに、 スウィフトの精神生活に関する、自れったくもはっきりしないヒントを与える、個人的な著述がある。日付はもっぱら、ハーバート・ディビス編集の、スウィフト試作品集に加え、ノートン批評とオックスフォード作家集のスウィフト作品一巻本に、寄った。三文作品随筆、小冊子、パンフレット、定期刊行物詩書館、個人的著述説教、祈願雑録。 아리가.